聞かなければよかったです。武装しすぎてる時かもしれないので、ね、つまんないならつまんなそうにしてるぐらいな方が。ユウのこれからこれからシーズン2。はい、ユウのこれからこれからシーズン2、今回も視聴者の皆さんからいただいたお悩みにお答えしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速いきます。はい。突然ですが、私は異性に全然モテません、うん、ヘアメイクやファッションには気を使っています。すっぴんのボサボサ髪で家を出るようなことはないし、服装も適度な露出を心がけてさりげなく女性らしさを狙っています、うん、でも男性に恋人候補として見てもらえないんです。ユウさんは男友達がたくさんいて、でも女性としてもちゃんとモテている感じがして憧れます。ユウさんが考えるモテる人ってどんな人ですか？モテる人に共通することやモテるための秘策があれば教えてください。お願いします。千葉県30歳正社員の方です。でもね、小綺麗にしてて、うん、なん会話トーク力、いやトーク力までいらないけど、うん、どうですか、男性諸君に聞きましょうか。ここは初対面だとしたら、まあなんとなくみんな小綺麗にちゃんとしてる女の子だったらあって思うもんなんですか。どういう子があって思う、うん、まあ、周りに気を使える。おー、さりげなくね。主体が自分じゃなくて周りの人がちょっと意外と見てんのよね、男の子をね、ちゃんと。でまず一個どうですか。セクシーな人セクシーセクシーってな、こう色気です。あ、だから露出とかじゃなくてどういうとこで感じるんですか。なんか、あ、え、色っぽいなって言うのって、仕草ですかね。ちょっとなんかこの前色気について喋ってたんですよ。あ、マジで。しかし何が色気を表現してるんだろうな。ああ、僕らの中での答え出たんですけど、お、寡黙な一言で色気ある。あ、そういうことか。なんかだからミステリアスな、はいはい、言いたいと思わせられて、それってイコール魅力なんじゃない。なるほど、お話上手です。そうですね、だから我々女子もじゃあ合コンでも何でも集まって意外とウェーとかやってるやつよりなんかあれみたいな、ちょっとあんまり喋ってない男の子とかいるとついつい隣に行って座っちゃうみたいなのあります。ありますね。ニコニコしてるんだけどギャギャ言ってないやつがお好みですよね。じゃあ先生的にはどうですか。逆にそっちは言ってる人の方が、聞かなければよかったですね。まあいろんなタイプがねあります。明るくてなんかいいな、元気でってもいいでしょうし、匂わせたかったらちょっと刺さってなんかカショカショ気を使うけど、うん、次はなんとかゲームとか言ってない方がいいかも。だからその方が どっちの方が自分らしいのかによると思うんですけど、うん、なんかどっか行った時にも人観察とかをいっぱいして、今こんな時期ですけど一人で食事に行ってもカップルで来てたりとか女3人でいたりとかあるじゃないですか、うん、そういう人のことをこうすんごい聞き耳とかを立ててると本当に楽しくて、私もよくやるんですけど、なんか多分あの左に座ってるやつバカだなみたいな、なんかだからそういうあのことをを観察していくと自分で気がつかなかったことを気がつけたりとかしますね。あとはなんか私やっぱり今韓流ドラマまた引き続きガンガン見てるんですけど、今あの分かっていてもっていうめちゃめちゃティーンのやつ見てるんですけど、あの大学の
もうマジ合コンとかするし、なんかにゃんとかくんも来るよえみたいな、なんかそういう仲はいいんですけど、そうやっぱりそういう中とか映画の中とかにもいろんなヒントがいっぱいあるので、ちょっとそういうのを気をつけてみたりとか。なんかちょっと気になったのは、うん、このさりげなく女性らしさを狙っていますっていうワードがちょっと気になって、こう狙ってる感っていうのは男子にバレてたりするんですかね。でも多分なんか努力はしてるっていうことを伝えるためにおっしゃってるんだと思うんですけど、うんうん、あとはだから彼女自身がその男の子を魅力的だと思ってるかどうかなんですよね。それはセックス目的でも彼氏が欲しい目的でもいいんですけど、なんかどっかにやっぱり欲してる感じはあった方がいいよね。多分だからなんかちょっとクールビューティーなのかな、わかんないけど、なんかでもそうね、やっぱりなんかあんまりうるせえ女っていうよりは自分がすごい可愛いって気づいてない子とかすごいいいよね。あ、なんかちょっとどんくさいみたいなね、うーん、ちょっと田舎くせえみたいな、好きですね。ああそうかもしれないですね。でもどうやって作るのってなんか別にこうやって座れとかじゃないしなんかわかんないんだけど、本気でお酒あるかなとか、本気でつまずくとか、うん、本気の人が可愛いよねやっぱりなんか気使ってますよっていう女もいっぱいいるじゃん。そうじゃないんだよね、うん、そういうの見てわかるんだよ、うん、むずいね。そっかそっか、そうですね、気遣えって言ってるのに 気遣ってんのがバレたらどうしよう何もできないってなっちゃうんだけど、なんかだからうちらだってそうじゃん、なんかおとなしいそっちの方にいる男の人とかもこの辺に見えてるから、うん、そういうもんだよね男の子も、うん、あれっていう、うん、だからあんまり気にしないで自分らしく楽しいなら楽しく、つまんないならつまんなそうにしてるぐらいな方がいいと思う。なんかなんだろうな飲み会はよみたいにしてた方がなんか楽しくないのって言ってもらえるかもしれないし、うんうん、みたいな、うんうんうん、素直にその場にいることとかって意外と大事かもしれないですね。いくつだっけ？30歳です。あ、大人だからもうちょっとねあれかもしれないけど、うん、もう一回なんか立ち返るというか、うん、考えすぎると余計にってことありますもんね。分かんなくなっちゃうかもしれないから、うん、もしかしたらちょっともう武装しすぎてる時かもしれないので、うん、すっげえつまんなそうな顔とかしてると、うん、もしかしたらこう魅力が出てくるかもしれないですね、うん、はい、あのガビルってあのフランキーのたっちゃんがやってるとこのつなぎと、あの熊の子、熊の子サンダルはバレンシアガです。かわいい。これは脱ぐと足裏に毛が生えてるみたいな感じになります好きになんなくてもいいですよ、仕事なんで、うん、私あんたのこと嫌いなのよねって言われた瞬間に私もって急にやるんで足、あ、ごめんなさい